はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画です。今回はですね、前回の、購入しましたコロナエキストラの缶ですね。はい、こちら。ね、アルコール度数 4.5%。容量が 355ml。コロナエキストラ。原産国がメキシコ。原材料が麦芽とホップとコーンと、酸化防止剤。となっておりますね。はい。これ美味しいんですよ。うん。それではね。乾杯。うん。味としては、アメリカンラガーっぽい。うん。で、結構、コーンの味が特徴的ですかね。うん。若干普通のビールよか、まあ、ピルスナーよかちょっと薄い感じはしますね。ちょっと薄いかなっていう感じはしますけど、まあ、結構香りがコーンっぽくて、うん。まあ、コーン入ってますから。うん。なんか、アメリカンラガー的なね、味になってます。で、こちらにですね、この用意されましたのは、こちら。エトナの、シシリーライムジュース。果汁 100% のライムジュースですね。よく俺がアマゾンで買うんですけど、アマゾンで400円ぐらいで売ってます。これを、俺はジントニックよく飲むんで、買うんですけど、これがね、これをピャーっと入れて、で、塩もここにピャッと入れる。で、これを適当にこうやって攪拌させてですね。まあ、メキシコでは、まあ、ライムを絞ったり、ね、このコロナビールに絞ったり、塩を舐めたりしながら、ね、いただくのが、普通なんで、これを、この中に入れます。こうすると、非常に美味しい。ので、コロナビールはね、こうして飲むのが、一番、個人的には美味しい。乾杯。うまい。ライムジュースと酸味と。ああ。塩味。ちょっとね、この塩がね、割と入れるのが俺が好きなんです。うん、レモンチューハイとかに、入れるのも非常に好きなんですけど、レモンチューハイに塩とかね。うまい。夏にね、ほら、塩分取らないとダメとか言うじゃないですか。これですよ。あいにく今日は、今、部屋の温度24度ぐらいしかなくて、長袖長ズボンで、久々に、寒くてさ、いつもだいたい、半袖と、パンツ一丁で、ね、いるんですけど。ああ、やっぱコロナエキストラはね、
この、これなんだよね。このうまさがあるんだよ。まあ、やっぱり、まあでも缶よかやっぱ瓶のやつが美味しいっすよね。コロナはね。コロナエクストラはモデーロ社が製造するメキシコビールの銘柄。アメリカのビール同様軽い味わいが特徴である。大抵の場合、ジョッキなどに注がず、栓を抜いたら、ラッパ飲みされる。広告にこのビールは立って飲むのがお行儀です。というキャッチコピーもある。そのまま飲むほか、テキーラのように塩分を入れたりする。また、8分の1程度に、串型切りにしたライムを瓶の中に押し込んで風味をつけて飲む方法もある。過去には、ライムがなければコロナを飲むなというキャッチコピーが広告に使われたこともある。ああ、うめえ。うまいっすね。また買ってこようかな、俺今日。また俺、昨日行ったさ、激安のさ、とこ行って買ってこようかな。だって普通に買うとお前アマゾンでさ、1本さ、250円すんだよ。1本250円だぞ。まあそれもそのはず。だってこれ普通にビールだからね。生ビールだからね。生ビールが1本130円で売ってるっておかしいよ。うまい。うまい、実にうまい。あ、生きててよかったと思うね、これ。これを飲むと。コロナ単品だとね、大して美味しくないんですよ。コロナ単品だとただの薄いビールなんですよ。これ単品で飲んでもね。薄いビールだなって。やっぱりね、ライムと塩を加えることによって、うめえってなる。うまっ。コクはほぼない。甘み、でもそんなに苦くもないよね。コロナビール。まあ、若干苦いか。香りはまあ、そこそこ、あるかなっていう感じはします。これは文句なく5つ星でしょ。2245です。ご視聴ありがとうございました。